あ、皆さんいらっしゃい。どうもです。どうもです。こんばんは。今ね、捨てミキを使ってのテスト配信やってます。音聞こえたら教えてください。声聞こえたら教えてください。お願いします。声聞こえてる？どうだろう。普段とね、音が若干違うと思うんだけど、どうですか？あれ？これ違うかな？うちじゃないか。どうだろうな。音聞こえてる？音楽聞こえてる？じゃあ、BGM。BGM 聞こえてんのかな？どっから出力されてんだろう？どれが聞いてんだろうな。音楽は聞こえてる？再生デバイス、録音デバイス再生、音量ミキサーか。アウトプットがどれになってんのかな。あ、どうもどうも、贅沢美藤さんいらっしゃい。音楽聞こえてる？返し出してないはずだから、聞こえないはずなんだけどな。アウトプットされてる？どうですか？声聞こえますか？どう？音楽聞こえてたら教えて。音楽聞こえてなかった、聞こえてる音楽。ちょっと音楽の方でかくするよ。でかくなった？なった？どう？多分ね、マイクの音が普段と違うはずなんだよね。あんたたち、行くわよ。なった？あ、聞いてんのかな、じゃあ。声ね、今ね、どういう声がイケボなのかなと思って、いろいろ、試してるんだよね。そうそうそう。いろいろ試しやってるんですよ。新しい機材を。あ、空き缶欲しいな。あんたたち。あ、気持ちいいな。これいいね。うなちゃんマンの気持ちだいぶ分かったわ。これはいいわ。カッポ。やりたいね、カッポ。カッポ。あ。ゲルゲ。いいね。ラジオ番組みたいでしょ。で、今、音をだいぶ作り込んでるんだけど、どんな声がみんな聞きやすいかなと思って。なんか、みんなに相談しながら作れたら面白いなと思ってんだけど、今ね、作り込んでる声が、まあ、今、聞いてる声なんだけど、みんながね、それが一番聞き取りやすいのかななんても思ってはいるし、どうなんだろうななんて思ってもいるんだけど、どうなんだろう、モニターチャンネル1、G、ループバック。音量は問題なく、音量は問題ない感じだ。音量は問題ない。和道の声悪くないよ。ありがとう。ただ、結構ね、声はコンプレックスだったんですよね。昔から。なんかバンドやってるから、自分のなんかこう、ドラムとかさ、ベースとかギターとか、いろんなさ、音とかをさ、やっぱ聞くようになるじゃん。大人になると。バンドやってると。それでね、結構ショックを受けましたよ、僕は。若い頃。だマイクの音量ちょっとね、小さい気がするんだけど、出力がどれなんだろう。あ。これだと聞こえない？聞こえる？これは単純に返しなのかな、俺の。声より滑舌かな、少し。あのね、俺、聞こえる？聞こえてんだ。あ。じゃあ何で出力してんだ、これ。これがスピーカーでしょ？モニターでしょ？なんか、仕組みがよくわかんねえな、まだ。アウトプットの設定はじゃあ違うんだ。ミキサーどれなんだろう？サウンド、音量ミキサー。だいぶ、これでいいのかな？じゃあ。普段と同じぐらい聞こえてる？あ。デバイス、アプリケーション、ライン。LINE でしょ？デバイスを聞いてる。パソコンの方で送り込んでる方はどこになんだ？パソコンで送り込んでる。
どこなんだ。滑舌はね、さしすせそが言えないんですよ、僕は。だからね、なんつうんだろう、高い音の声がすごい耳障りな音っていうか、抜けのいい声なんですよ、簡単に言うと。今だいぶ加工してるんだけど、普段聞いてる声ってこんな感じだと思うの、みんなが。普段聞いてる声こんな感じじゃない？こんな感じ。わかる？多分ね、これがね、割れてるな。この感じじゃなくて、これくらいの声が、普段の地声なんですよ。こんな感じでしょ？普段の声。わかる？なんか、抜けが高いっていうか、上の音っていうかね、通りのいい声なんだよ。芸人さんとかだったら、多分ね、向いてる声かなと思うんだけど。このイメージでしょ、みんな。俺は、この声が結構コンプレックスなんですよ。この声が。抜けっていうか、上の音がね、強すぎるから。だったら、もっと、この辺の、あ。この辺のね、丸い音を出したいんだよね。あ。少し、こう、低音域を強くして、この辺の音が強すぎるんだよ。あ。だからラジオっぽく、昔のラジオっぽくするんだったら、多分こういう音になると思うんだよね。抜けが良すぎる音っていうか。でも耳障りでしょ、こうなってくると。いつもの声。だから、この辺の声だよね。なんか、あ。この辺の感じの声にすると、だいぶ、マイルドになるっていうか、聞き取りやすい音になると思うんだよ。だから俺は、どちらかっていうと、こういう声が好き。音って言った方がいいのかな？声の音っていうか。音的には、こういう声が、僕は好きですね。音的に。なんか、こう、聞き取りやすいっていうか。逆に聞き取りにくい。あ、じゃあ普通の声にする？普通の声でいいんだったら、普通の声にするよ。多分、こういう声だと思うけど。こういう声でしょ。聞き取りやすくするのはいくらでもできる。これくらいの声でしょ。ちょっと肺が抜けすぎてるかな。肺を抑えるね。多分こういう声だと思う。こういう、あ。多分ね、みんながイメージしやすいのは多分こういう音作りだと思うね。結構ね、ライブハウスとかやってたから、音に対するこだわり結構あるんでしょ。閲覧少ないね、今日ね。なんだろうね。閲覧めっちゃ少ないよね。肺の音、ペチャペチャ言うから、この辺切りたいかな、やっぱり。聞き取りやすくはなるんだけど、さしすせその音が、すごい、自分的には嫌いな音だから、自分の声質的に。どうしても切りたくなっちゃうんだよね。難しいよな。これくらいでいいか。あ。これくらいでやった方がいいのかな？どうなんだろうな。あ、ノイズが大きくなるかな。ラジオみたいな声もなかなかいいよ。ラジオみたいな声っていうのは、多分ね、ちょっと待って、今作るから。今、じゃあラジオっぽい声作ろうか。あ、多分ね、でもね、みんなの音の環境によるから、あんまりできないかもしれないけど、多分ね、みんなが聞き取りやすい声は、普段、ラジオパーソナリティとかで聞いてる声は、こういう声だと思うんですね。続いての曲を聴いてください。わかる？こういう声で、普段、聞き取り、みんなが、ラジオを聴いてるときは、多分、こういう声でね、やってるんだと思うんだけど、そうですね。はい。オバマ大統領が、オバマ大統領からトランプ大統領へ、アメリカという時代が世代が変わると思うんですけれどもみたいな、わかるでしょ。なんとなくそのラジオっぽい音作りっていうか、ラジオが得意な周波数みたいなのがあるんだよ。中森明菜みたいだよね。そうですね。後ろにホワイトノイズ入るからイライラする。そうなんだよ。その、さーって音がね、抜きたいんだけど、そう、ピーって音とかね、その辺、まだ機材を使いこなせてないから、
そこら辺が難しいんですよ。でもね、その辺使いこなしていけば結構面白いことになるかなとは思っていて、なんか結構こういうこもったなんか昔の宇宙人みたいな声とかもできるから、我々はみたいなさ、うん、音遊び、音をね全然作り込んでこなかったんだよ今まで。だからそれは楽しみの一つかなと思ってるけどね。だいぶノイズキャンセラー入れるか、ノイズキャンセラーは多分いらないと思う。ちょっと試してみようか。コンプレッサー切ればいいんだよ。これがコンプレッサー切った普通の音だから、多分ねコンプのバランスがまだ良くないんだと思う。これだと普通に聞けるっしょ。ちょっとノイズ入るかな、わかる？多分ね、パソコンの中に機材が埋め込まれてないから、その分独立してるわけじゃん。ステレオミキサーだからこういう感じ。これがステミキなんだけど、今回買った聞き取りやすい。これは何にも入れてない音だ。普段のノーマルの音っていうか、もうマイク自体のそのものの音、うん、マシになったんじゃなくて今全部切ったんだよ今切ったんだよ。お前らよ、全然話聞いてねえな。おい、今設定を切ったんだよバカが。ノーマルがいいか。うん、ちょっとこの辺作り込みたいかな。でもなんかゆっくりゆっくり、聞き取りやすくて心地のいい音みたいなのは作っていきたいけどね、やっぱり、うん。はい、こんばんは、クルルさんいらっしゃい。ああ、これは切ってるときは切れてんだ。ああ、コンプの音なんだこれ。EQ は EQ コンプなんだ。なるほど、分かってきた分かってきた。これが切れるんだ。これが普通の音になるんだ。はい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 、うん。でもさ、これぶっちゃけた話さ、ああこれができるだけでさ、だいぶ違くない？これができるだけでだいぶ違うよね。ぶっちゃけた話、なんつうの、その配信の幅的には。花火ありがとうございますみたいなさ、結構いい感じになると思うんだよね。なんか音響をやってるっていうか、配信やってるっていう感じになってすごいいいんじゃないかな。ねえ、全然違うよね。いいよね、うん、俺もいいなって思うもん。あとヘッドホンをつけて自分の声を聞きながら配信するっていうのが俺の中で新鮮。普段は外に漏れる音しか、要は普通に話してるだけじゃん。だから配信の音っていうのはリスナーさんが聞いてる音をチェックできなかったの。要はうるせえよとかノイズがとか声が小さいとか分かんなかったんだけど、今はリスナーさんが聞いてる音を聞きながらやってるのよ。それがねすごい。ああいやよ、沼の底にはなんだっけ、意外と綺麗かもしんねえぞ。ゆいが以外全員クズ。いや楽しいね、楽しい楽しい、めっちゃ楽しい、すげえいいわ。音響やってた頃を思い出してもテンションが上がって上がってしょうがない。めちゃめちゃ今楽しいわ。すごいね、だいぶ変わったよね。でももともとその俺の配信はさ、ラジオ寄りっていうかさ、聞かせたいなっていうか、リスナーさんに本当に聞いてもらいたいなっていう、そのなんつうんだろう、聞いてもらいながらそのリスナーさんと対話のうまいバランスをついていきたいなっていうのはずっとあったから。だからね、実は音作り最後になっちゃったんだけど、映像の方はねもうだいぶ生放送では極めたと思ってて、映像作りはもう散々やってきたからいいなと思ってるんだけど、なんか音作りは全然こだわってきてなかったから今まで。で実はね19歳の頃からずっと音楽でねやってきてたから、音に対するこだわりっていうのは実は一番あったわけだから、なんかねすごい、うん、感慨深いものがあるよね。やっぱね、なんつうんだろう、今さデジタルの時代になってるから何でもできるわけじゃん、パソコン上で。イコライザーもあるし、コンプレッサーもあるし、何でもあるから。それこそエフェクトとかもね、
できるし、ボイチェーンもあるわけじゃん。だからパソコンの中で何でもできちゃうっていうのは、便利は便利なんだけど、実はそのソフトウェアって使いこなすのが一番難しかったりするんだよ。だから俺はその今回なんでミキサー買ったのかっていうのはさ、あの体感的につまむとか、こうフェード上げるとかってすごい大事なんだよ。体とリンクするんだよね、動きって。面白いことに、人間の画面上では全く同じように波形が動くかもしれないんだけど、こうかなこうかなとか、こうつまみをね、いじくり倒す感覚みたいなのはやっぱどうしてもね、なくならないんじゃないかなと思ってて、そのなんつうの、物としての機能、やっぱ昭和の人間だから、物物物なんだよ。わかるでしょ。レゴブロックでもさ、作りたいんだよね。だからそのなんつうの、マインクラフトとかでなんかみんな作ってるけど、俺は手でこねたいんだよみたいな、手でやらせてくれよっていう、違うよ、クリックじゃ伝わんないよって、指先で感じたいんだよっていうね、そういうね、どっかしらに思いがあるんだよ俺の中で。やべえ、超配信楽しい。わかるでしょ、それ大事だと思うんだよね、配信でもなんでも。どうなんだろうな、俺はこうなんかソフトも大事。あ、で、だからね、スティーブ・ジョブズがなんでアップルっていう会社を作ってハードウェアにこだわったかっていうと、ジョブズはもともとハッカーだったわけじゃん。ソフトウェア作れるわけよ。ね、ウォズニャックもいるわけだし、もう一人のスティーブンもいるわけだし。だけど、なんでハードにこだわったかっていうと、あの、本当にインターネットに革命を起こしたいんだったら、ハードウェアを持ってないとダメだよっていうふうにアドバイスを受けたの、先輩から。で、スティーブ・ジョブズはそうだと思って、その、何、iPod であったりとか、iMac っていうのにこだわり続けた。やっぱりそのハードが浸透すれば、そこに付随するソフトウェアも自動的に、こう、盛り上がっていくじゃないけど、セットで売れるし、実はハードっていう、その人間が体感で触る部分とか、物としての機能っていうのは、実は、あの、めちゃめちゃ重要なんじゃないかっていうね。スティーブ・ジョブズのこだわりはすごいわかるね。便利は便利なんだけどね。iPad とか iPhone とかで何でも完結できるっていうのは、すごい便利な時代でもあるから、一概には何とも言えないんだけど。俺は、なんかその、ジョブズの考えてたこと、少しわかるよね。まあそれを経営でさ、じゃあ作れって、製造業やれって言われたら絶対できないけど、そう、もうわかる。だから、スティーブ・ジョブズってミニマリストなわけじゃん。物を持たないっていう生き方をしてたわけなんだけど、だけど最後に残るものを多分作ろうとしたんだなっていうのは MacBook Air から感じるね。すごく自分を徹底的に物っていうのをどん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 排除していくんだけど、最終的に手元に残る完璧なデバイスを作りたかったんだろうなみたいな。ていうか今日かそりすぎじゃない？かそりすぎじゃない？枠取り直していい？そうなの、さとみさん。ちょっと枠取り直すわ。ちょっともう一回やらせて。一からやらせて。18分間なしにしよう。じゃあ、一旦お疲れ様です。枠、取り直します。今日少ねえな、ほんと。何なんだろう。さすがに50人切るっていうのはちょっとよくわかんねえな。もっと人来ていいのかなって思うけどね。もっと。ちょっと今日人少なすぎじゃない？金曜日で。他行ってんのかな？大手が充実してるから、他行ってんのかな？どうなんだろう。アウトプットが気になるな。どれくらいの音量でみんな聞こえてんだろう。でもね、実はさ、すごい重要なのが、これ結構言う人少ないんだけど、配信で、声っていう要素めちゃめちゃ重要なんだよ。声って本当に重要よ。無意識に訴えかけるのが音なわけじゃん。音の領域だから。聞き心地が悪いっていうのはね、ほんとブラウザバックの一番の原因になるような気がするね。見た目よりもね、多分ね、声とかってすごい、重要だと思うよ。直しかさん、いらっしゃい。
ギャーさんいらっしゃい。金馬の声なんて最低の声じゃね。そうかな、俺金馬さん結構いいと思うよ。特徴ある声で、実は喋り方とかは汚いかもしれないけど、声質は、売れてる生主は声質がめっちゃいいっていうのが俺の持論かな。聞き取りやすい声だったり、耳障りな声じゃないんだよね。うん、はい、ワード2、古代さんいらっしゃい。いいね、いらっしゃいの時やるのいいかもしれないよね。みのりの放送は聞きながら寝るには最高。みのりさんの声結構いいんだよね、うん、意外とね、結構大きい声出したりしないから意外と聞き取りやすいっていうのは分かる気がする。トシアンいらっしゃい。ワドツ、今日は大手イベントあったの？うん、あのね、ヒカルくんとキンバエさんと深夜っちょとサトミさんとミキティの企画の司会をさせてもらった今日は。で、せっかくあのタクミさん来ていただいてカメラ回したんだけど、なんかフワッチのサーバーのバグで録画が残んなかったんだよね。なんなんだろう、すげえ悔しいんだよね。タクミさんいらっしゃい、楽しんでって。うん、そこ結構悔しいんだよな俺としては、うん、なんでせっかくさこんな前準備してさ持ってないんだよな。 TSR 残ってた？マジで？あ、じゃあ後で確認するわ。うん、マジマジ。あれかな、まだ録画ができなかったのかな、どうなんだろう。 TS 残ってたんならいいや、後で確認します。なんかトラブルかもしれない機材の。27名さんいらっしゃい、楽しんでてください。まったりやろ。乾燥したんだよね。乾燥してない。ほんとね、18分ぐらいだったかな。閲覧数少ないの、そのイベントのせいじゃね？多分そうだと思う。今日は大手がいっぱいやってるし、のりゆきさんもイベントやってるから。でもね、もうちょい行ってもいいんじゃないかなと思うんだよね。50人ぐらいはキープしてもいいんじゃないかなっていうのが俺の見解なんだけど、なんかね、今日人少ないっすね。なんでかわかんないけど。なんかまあ、いろいろあるんだろうね。うん、まあ、いるメンバーで楽しもうよ。バドの司会良かった。あ、マジで？結構司会とか任されたの初めてだったから、すげえ嬉しかったし、気合入ってたね。意外とこなすでしょ。意外と。今、ふわち、金映え、さとみ。嫌いな人たち多い。田中さん、ハートアザース、いらっしゃい。うん、説明がくだらなくてよかった。本当はね、すげえ長かったんだけど、説明。まあ、要点だけやって、サイト見てもらえばいいかなと思って。うん。それよりもなんか、司会の一番重要なのって、タイトルを元気よく言うことだと思うの。これ、意外となんだけど、元気よく始めることなんだよ。あの、朝礼と一緒なんだよ。普通さ、司会進行、回しがうまいとか、なんとかこんとか言うけど、そうじゃないと思ってて。俺は、浜田の魅力ってそこだと思うの。第1回チキチキこの、なんだっけこの一口に命をかけろみたいなさ。20万円争奪みたいな。そういうのが大事だと思うんだよね。そうそう、テレビ番組もそうだと思う。浜田は一番声でかいじゃん。そういうの大事だ。そう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 。そういうのが意外と大事かなと思って、元気よく始めるっていうのが今回のテーマだったね。褒めでもいいって言う人いた。ああ、珍しいね。なかなか褒められる。だから、よく言うんだけど、俺、配信者向きっていうよりは、どちらかっていうとさ、あの、テレビっ子だったから、あの、テレビをずっと見てきたわけじゃん。だから、テレビっぽいんだよ。喋り方も、司会の回し方も。うん。だから、その、なんか、テレビ番組っぽい企画だったら、多分、こなしやすいと思うよ。ひな壇芸人の役割とか、多分、全然できると思うもん。ちょっと、みたいな。ちょっと待ってくださいよみたいなさ、あるじゃん。合いの手みたいな。あのね、岡田斗司夫が喋ってたんだけど、面白いなと思ったのが、あの、千原ジュニアの喋り方をすると、誰でも面白く聞こえるっていう話芸がある。いや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 みたいな。
マジっすかみたいな抑揚と間と声のトーンでだいぶ話が盛り上がるっていう、そういうなんかテクニックもあるらしいよ芸能界には、うん、でも千原ジュニアってそこだよね、話の内容とか覚えてないもんね、うん、ロクちゃんこんばんは、楽しんでていらっしゃい、うん、そういうことだと思うけど俺は結局ね。ただなんかちょっと今回その捨て引き導入して気になってる部分があるのは、リスナーさんに届いてる音っていうのが音量が小さいんじゃないかっていう不安があるんだよね。ちょっとそのね設定がよくわかんないんだけど、みんな普段と比べて音小さくない？どう？あれって和道の放送もっと声でかかったよなとか、なんかその辺は感じる？スマホで見てる人、パソコンで見てる人、その辺聞きたいんだけど、ちゃんと音が届いてるのかどうかっていうのが、音量だね。音量、ボリュームの話なんだけど、小さいよね、やっぱ。やっぱそうだよね。普段と比べると、小さいんだよ。マイクかな？そう。いつもより小さいよね、多分ね。そうだよね、そうだよね。やっぱりそうか。俺もね、それは、そうだなって思ってたんだよ。なるほどね。どこだ？それは。ミキサーなのかな？録音と再生。再生、サウンドかな？録音、通信。他のすべてのサウンドをミュートする。何もしない。どこで検出してるんだろう？ちょっと待ってね。それ、今調べるから。それ調べるね。設定、あ、設定で、マイク、これかな？これだろう。あ、これだ。これだ。どうよ。俺の声聞こえるかよ、おい。めちゃめちゃいい声だろ、おい。なあ。いいでしょう。これだ。Good。バンジョー OK です。あ、これでだいぶ聞き取りやすくなったし、伝わりやすくなったと思うよね、結構。うんうん、音楽だけを切ったりとかもできるのよ。こう、音楽だけをでかくしたりとか、つまみでできるからいいですよ、かなり。うん、普段これくらいの音量だもんね。あ、でもだんだんリスナーさん戻ってきたね。30名さん、30名さんいらっしゃい、楽しんでってください。なんか BGM のパターン変えてみようかな、今日は。ちょっと変えてみますか、 BGM。 前ねこれもいいかなと思ったんだよね。ただこれ BGM にした時、リスナーさんから言われたのが、すげえ眠くなるからやめてくんねって言われた。なんかヒーリング系の音楽もいいなと思った。これコンプレッサー入れたらどうなの？あれ音聞こえなくなった。コンプレッサーダメだな。これはね、結構、ありかなとか思ったんだけど、眠くなるって言われたんだよ。すげえ眠くなるんだよね。なコメントが走る音楽がいいなと思ってさっきのやつにしたんだよ。これダメだな、やっぱ。音自体は好きなんだけど、眠くなるわ、うん。やっぱこれだな。これがなんか喋りやすい、すごく。なんかこう、ほわほわしてるし、トゲがなくなるから、いい感じだよね。機材だけは一丁前になってきたな。いいね。うん、いいね、いいね。
リスナーさんからいただいたヘッドホンがいい感じですよ。普段飼ってる配信者にボロ負けしてるな。何なんだろう、今日閲覧少ない理由。全然わかんねえな。配信でこういう読めない時嫌だよね。読める時はすげえいいんだけど、ああこれが原因で今日かそってるなとか、これが原因で今日盛り上がってるなとか、いろいろあると思うんだけど、今日はね、なんで人が少ないのかちょっとよくわかんないな、自分で。原因がまだつかめてないね。36名さんいらっしゃい、楽しんでってください。ワッチャーさとみ以外少ないね。まあ今、うん、どうだろうな。今日でもね、さとみさんがこれだけ人集めてるのはわかるんだけど、さとみさんのところと俺のリスナーさんあんまり被ってないと思うんだよ。だから普段50人切らないのに、なんで今日こんなに人が少ないんだろうっていうのがすごい疑問かな。ちょっとなんか変な感じがするね。うん、企画の司会もやったから結構人集まっても良さそうなもんだなと思ってたけど、ジュッシュマツさんいらっしゃい、ナオさんいらっしゃい、楽しんでってね。キャスは線越えが多かった。あー、キャスに取られてんのかな。ヒカル君今企画やってるよ。企画中。それやだ。なんで？よくない？ちょっと尾崎豊風でさ。みんな、今日は、俺のライブに来てくれて、ありがとう。ありがとう。ライブ感が尾崎豊、俺の中の尾崎豊がすごい出てくる。俺の中の尾崎豊恥ずかしくなるよね。尾崎豊バリバリ出るんじゃん。尾崎豊やった瞬間閲覧減ったかん、ね、あんまり受けてないのかな、まあまあ、うちはノリもたまにはいいでしょう。ね、連休だし、まったりやってきます。でも、これで、俺が前言ってたやつできるよ。前から言ってたけど、イケボ、なんか、これね、すごい重要な話をするんだけど、歌が上手いか下手か、じゃないんだよ。一般人は。要はね、声の質が整ってるかどうかで、歌が上手いかどうかっていう判断をするの。音程とかあんまりね、ビブラートとか聞けてないの。だから、こういう声でやると、すごく歌が上手く、聞こえるんですよ。こういうのに、女性リスナーはみんな騙されてます。だからイケボ配信者っぽく聞こえるでしょ。今のはリバーブかけすぎだけど、この時間でやばいよね。30人だよね。オラフいらっしゃい。いやーやばいでしょ。この時間で100キープできないとダメでしょ。オラフさんいらっしゃい。コメントありがとう。楽しんでいってください。俺飽きるまでこれやるけど、笑っていいよ、笑ってくれたらそれが本望だよ、そうなんだよ。実はね、だからジャイアン音痴じゃない説っていうのをよく言ってて、ジャイアンって音痴ではないの。むしろ
ジャイアンってね、俺、ちょっと待ってやってみようか。俺はジャイアン、ガキだ一緒っていう、このね、この音程をずっとキープしてるんだよ。一回も外したことないの、ジャイアンって。だからジャイアンは機材トラブルなんだよ。だからジャイアンやってみようか、ちょっと。あのね、ゲインをめっちゃ上げるんだよ。で、俺はジャイアンって、要はね、音量の問題なの。知らなかったでしょ、みんな。実はね、ジャイアンってね、音痴じゃないんで、音程すっごいキープしてるから。うん。そう。あれはね、ラジカセが悪いんだよ。音響さんが、音響スタッフが良くないんだよ。ジャイアンはめちゃめちゃ音程取れるから。うん。そう、みんな騙されてる。歌が上手い。だから、そう、ABEX 系なんて、結局、技術者っていうか、音を作るプロがいっぱいいるわけだから、そういうのにね、みんな騙されちゃうんだよね。うん。下手に聞こえるようにしてる。っていうか、なんか、その声の質がいいかどうかなんだよ、結局。歌が上手いか、下手かっていう。その、ビブラートであったり、ハイトーンとか、その、ファルセットっていう、抜けの音とか、いろんな技術があるんだけど、そういうのって全然聞いてなくて、例えば、エグザイルのアツシ君って歌上手いと思うんだけど、正直言うと歌手として、ズバ抜けて上手いかって言ったらそんなこと思わなくて、スクープオンサンバディの歌い方すごいパクってんだよね。で、スクープオンサンバディのボーカルさんってめちゃめちゃ上手いんだよ、歌が。だけど、エグザイルのファンってスクープオンサンバディ聞かないじゃん。結局だから、声の質であったりとか、そのファッションとかに結局、が歌を上手い雰囲気にさせるんだよ。まあそれが芸能人のオーラかもしれないんだけど。後期のジャイアンはフゲーって歌ってる。あ、そうなんだ。フゲーっていう。すごいね。フゲー。フゲーはすごいな。うん。それはね、前々からね、ちょっと物申したかった部分はあるんだよね、俺は。ジャイアンは歌うまいからっていう。うん、その理論がわかると、エグザイルってうまくないんだって。要は、浜崎あゆみ、倖田來未、エグザイルとか、その辺の音楽好きっていう人は、あーって俺は思う。バンドやってた身、音響やってた身からすると、違うんだよって。あれは裏方がうまいんだよっていう。もちろん本人はうまいんだよ、素人以上に。もちろんプロだから。だけど、日本の本当にうまい歌詞とか、本当にバイブスって言って、メッセージを届けられるアーティストとかが、なかなか評価されづらかったりとかするから、俺はちょっとそこは残念かなっていうのは感じるよね。うん、もっともっと評価されていいアーティストっていっぱいいるのにって。そこはすごい残念。うん、だからマリニャンはどちらかっていうとマリニャン歌うまいっていうよりもマリニャンは音作りがうまいよね。マリニャンは音作りがうまい。これで、じゃあカラオケやってみる？ちょっと。ちょっとカラオケ枠やっていい？カラオケ枠やっていい？やっていいっすか？絶対うまく聞こえるよ。ちょっとリクエストください、誰か。リクエスト。リクエストください。OK。今日のリサイクル館ってところに行ったら EXILE の CD300 円でめっちゃ並んでた。飽きるんだろうね。いや、ぶっちゃけた話、今の時代データ抜いたらもう用済みだからな。よっぽど好きな人しか CD 書かない、買わないと思うよ。選曲をお願いします、誰か。あのね、普段よりも歌うまく聞こえるはず、今日は。うん。なんか誰か、一曲リクエスト。銀杏ボーイズわかんないな、ごめんね。銀杏ボーイズわかんないわ。今日、ビブラートじゃなくて、リバーブって言うんだけど、みんなが知ってる言葉ってエコーなんだけど、リバーブの調整まだしてないからあれだけど、だいぶね、うまく聞こえるはずだよ。多分。うなラップ違う、普通の。これ、うなラップあんま知らねえもん。バラード系の方がいいね。バラード。バラードの方が多分うまく聞こえるっていうか、日本人の日本語ってあるじゃん。あれがもともとブルースとかに向いてる、あれだから、初見さん、あ、ちょっと待ってね。初見さん、サミーさん、いらっしゃい。楽しかったら、フォローしてください。ワードです。うん、やるよ、やるよ。じゃあ何行こうかな。I love you とか。
カラオケ I love you I love you やってみようか、うん、ついでに初見あユーモンさん初めて会いましたねあなたの目の前にいるのが和道ですよフォローしてくださいコメントありがとう Thank you ありがとうございますちょっとおふざけが過ぎてるんでうん、ちょっと待ってねよしカラオケでやってみようかちょっと待って、 音量チェックするからちょっと待ってねああI love you今だけは悲しい歌聴きたくないよ I love you あそうでもなかったなそうでもなかった、うん、俺の勘違いだった歌下手だわ歌下手だったわすまんそうでもなかったわ自分でびっくりしたわそうでもねえなやっぱヘッドホンで聴くとわかるね自分があんまり上手くねえなって。うん、下手だったわ。びっくりしたわ、俺も、うん。恥ずかしかったわ。こんな下手なのかって。そりゃかそるわ。お前らの気持ちよくわかったわ、今。そりゃ苦痛だわ、っていう。うん、感じは出てたね、うん。ちょっと練習しとくわ、また、部屋で。最悪なの。中学生で、ラジカセで自分の声初めて聞いた感覚思い出したわ。俺ってこんな声なの俺ってこんな声なんだ。いつら減った？うん。まあ減るわな。そりゃそうだ。うん。残念でーす。あ、あ。うん。気持ちだよね。あ、でもね、歌って本当に心込めて歌うってすごい大事だと思うね。あ、フォロワーさんが増えたんで紹介します。ユーモンさん、メッサーシュミットさん、コウさん、フォロー。ありがとう。軍屋さん、こんばんは。楽しんでってください。和道ですよ。ふわっち楽しいな、本当に。ふわっちいい感じだよ。すごい楽しい。感じ大丈夫だよ。うん。相川、見てる？和道だよ。いらっしゃい。やるよ、俺は。じゃあ、エコーかけるとき何のときにすればいいの？エコーかけるタイミングいつなんだよ。だんだんくどくなってきたよね。いや、俺今楽しい時期だから、最初だけだから。最初の一週間だけだから。最初の一週間だけだから、ちょっと遊ばせてよ、今日は。今日初導入だから。使いたいだけなんだよな。ああ。お前ら、行くぞ。あんたたち行くわよ。これやりたいの。うん。フォロワー増えた時でいいじゃん。フォロワー増えた時だけにしようか。そうしようか。うん。フォロワー増えた時だけやります。じゃあ。うん。そうしよう。そうしよう。あんまりやりすぎると、あれだからね。うざい感が。挨拶のたんびにエコーかけてたら、お、フォロワー増えたよ。サミーさん、フォロー、ありがとう。アイテムもらったときと、じゃあフォロー入ったときにしよう。この二つでいこう、うん。そうだね。うん。そしたらね、フォローしたくなるもんね。フォローしたいし、アイテム欲しいしね。うん。大事だよ。そうします。出し惜しみしてこう。やっぱね、高い機材だから。うん、これ、いくらだと思う？このミキサー、ステレオミキサー。いくらぐらいの、ものか。これしかもね、ヤマハが出してるんだけど、配信用なんだよ、これ。配信用なの。外してつけたら言ってくれる？それはダメだよ。不正だもん。不正だもん。それはダメでしょ。やっぱり、だからみんな入りたくなるような空気感を出していかないと。7900、そんな安物なわけねえだろうがよ。配信に特化したヤマハが配信のために出したやつだから。これ本当に配信用だから。うん。そんな安物じゃないよ。これいいやつだよ、正直。
ノイズも少ないでしょ。声の拾い良くなってるでしょ。中国製ヤマハだっつっての。ヤマハだ。ヤマハヤマハ。3万か。3万はいかない。定価っていうか楽器屋だと1万7千円ぐらいするの。1万7千円ぐらいですね。それをアマゾンだと1万5千500円ぐらいかな。だから、この声を作るためだけに1万5千円かけてるからね。うん、いや、でも、だいぶ楽しい。これ、ギターにもつなげるし、キーボードにもつなげるし、声の質も変えられるの。さっきラジオっぽい声作ったんだけど、ラジオっぽい声とか宇宙人とか、その、すごい細かい調整ができるから、楽しいよ。音響やったところ思い出す。1万5千円です。みんなが聞いてる音は、1万5千円です。これで、プロ用のマイクとか買ったらもっと良くなるよ。うん、シュアーの5発とか入れてもいいし、オーディックス入れてもいいし。うん、宇宙人、やってみる？宇宙人っぽい声とか、ラジオっぽい声、そんなにね、面白いわけじゃないよ。ちょっと作ってみようか、じゃあ。いくよ。あ。あれ？音来てる？あれ？音来てるか？だいたい、そうだな、宇宙人の声とか、こういう感じかな？我々は、ちょっと尖った声っていうか、はい、ミドルっぽい声が出て、で、さっきやったラジオの音は、ラジオの音やろうか。ラジオはね、だいたい、こういう感じで、リスナーの皆さん、こんにちは。ワドです。今日お届けするのは、ドナルド・トランプが、みたいな、この声、丸い音わかる？俺の癖が抜けるでしょ、うん、そうそう。尖った音を作るっていう。そういう、なんかこういう音の機材、なんかこう、なんかその、ノイジーな音とか、逆に、その、灰を削って、こういう音とか、いろいろ、その、音作りができるんですよ。それが楽しいよね。だから普段聞いてる音とかだと、例えばこれだと少し耳障りになると思うんだよね。肺の音が強いっていうか、俺の声の強い部分を強く出す。要は、ペチャペチャ喋る音みたいな。こういう感じの音作りが結構細かくできる感じなんですよ。それがね、結構楽しいかなとか思ってる。だからさっきは、ラジオっぽい音作ったんだけど、なんか意外とそんなに受けてなくて、ラジオっぽい音はね、こういう感じの音です。聞こえますか？リスナーの皆さん、こんにちは。今日お届けするのは、みたいな、安いラジオみたい。そろそろハガキのコーナーに行きたいと思います。今日お便りをくれたのは、都道府県。機材いいよね。こういう感じで、音を作れるから、面白いよ。やっぱり。今は普通のマイクの音でやってるけど。こんな感じです。機材いいよね。もう少し低音が欲しいかな、今の音は。そうだね。今のはちょっと丸い中低音域を強くした感じだったね。まだね、今日1時間ぐらい触っただけだから、使いこなせてないんですよ。この機材自体を。低い音聞いたらラジオの音は良かったよ。でもね、やっぱね、普段聞いてる音が、やっぱ耳の馴染みがいいから、和道イコールこの声っていうのはやっぱ刷り込まれてるのね。音とか匂いっていうのは潜在意識にすごい訴えかけるやつだから。だからなんか違和感があるみたいだね。声を変えると。でもね、結局どういうことかっていうと、イケボ配信者っていうのは、こういうことなんだよ。おい、ペロンチョ様いらっしゃい。イケボ配信者っていうのは、結局こういうミキサーとかでごまかしてるんだよ。普段聞いたらそんなにイケボじゃないよ。ヤマハです。ヤマハさんいらっしゃい。ヤマハいいね。ヤマハ頑張ってるね。ヤマハだけなんだよ、この PC と配信、ブロードキャスト、配信に特化したこのミキサーを作ってる会社は。すごくね、買ってよかったなと思ってる。うん。はい、ワドツ。メロンチョ、いらっしゃい。今日はね、新しい機材を買って、その機材自慢をしてました。うなちゃんマンの伝統芸、機材自慢。
俺のよ。あ、俺が使ってんのはよ。あ、いや、そんなに高くねえぞ。まあ、安いっつっても、なあ、うん。まあ、そこそこするけどよ。あ、みたいな。もう、さっきからエコーで遊びまくりだからね。懲りねえな。新規リスナーどんだけ逃してんだよっていうね。アイバドツさん、いらっしゃい。北京主任さん、いらっしゃい。うん。でも、まあ、ラジオっぽくていいかなっていう、音遊びができるのはいいよね。うん。こう、音量でかくしたりとか、音だけでかくしたりとか、音を切ったりとか。うん。こう、つまみ一つでできるんですよ、これで。わん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 って。これが楽しいよね。もう本当にラジオやってる感じだから。映像付きラジオですよ。でもさ、よくよく考えるとさ、テレビってすごいよね。あのカメラマンがいて、音響さんがいて、マイクがいて、照明さんがいて、生主で全部一人でやるんだよ。照明、セット、大道具、小道具、音響、カメラ。で、メインパーソナリティ。全部やるんだよ。それテレビとは全然違うけど、でも、その、なんか機材使いこなす人とかだったら、なんつうんだろう。すごく、面白いよね。うん。なんかこう、いろんな遊びができるわけじゃん。そこは配信の魅力かなって思うけど、だいぶ。うん。てか、エミさんの、なんか、サムネ見たんだけど、彼女のツイッターかな?で、エミさんが載ってたから見てみたんだけど、あれだね、なんか、二人にしても、美人は美人だね、やっぱり。ホイミン可愛いよね。ホイミン好き。ホイミンいいよな。鳥山明なのかな、デザイン。ホイミンはすげえキャラデザインがいいなと思って。鉄板だよね。スライムをこう作ろうと思わないもんな。鳥山明ってやっぱ天才なんだろうね。可愛さもあるし、ずーっと変わってないもんね、この形で。スライムって言ったらさ、普通の RPG ってドロドロに描くじゃん。FF っぽいっていうか、スライム、ベチャーっていう感じ。このプリンとした個体っぽいぷよぷよしたスライムっていうのがね。ちょ、見ようか。僕悪いスライムじゃないよ。仲間に連れてってよ。くてん。自立してない。キングスライムいるから、ホイミスライム見たとき絶対取ろうと思ったもんね。これは絶対ゲットしないとダメだと思って。我が家に来いって。我が家にぜひ来ていただきたいアイテムだよね。今、どうなんだろう。キャスとか見てないからあれだけど、今、ポイントみんな稼いでんのかな?有名人突ナンバーワン選手権。みんなどんな感じか見てる?まあ、ここに来る人はあんまその辺追っかけてない人かもしんないからな。見てないかもね。ちょっと気になるよな。今何ポイントなんだろうみんな。みんな休憩してんのかな。さとみが19ポイント。誰見つけたの。金梅さんで10ポイントで9ポイントってことは9万フォロワーでしょ。誰 ?9 万フォロワー。すげえな。誰か見つけたんだね。9万フォロワー、生主じゃないか。9万人いる人いない。ああ、のりゆきさんか。結局あれか。すぐ見つけたんだ。うまいね。うまいわ。のりゆきさんか。他のね、配信者は、
それ取りこぼしたのはでかいよね。でも他にツイッターね、やってる生主さん結構いるから、逆に応援してもらえばいいんだよ。そのまま。でもさ、賞金10万円だぜ、今回。でかくね？賞金10万。でかいよね。あ、マイクやっぱ、こうやって向けた方がいいね。音全然違う。声がすごい。あの、単一指向性っていうマイクなんだけど、ピンマイクだと、こういう向きになるじゃん。あー、ここにつけるのよくねえな。この辺でもやっぱ曇って聞こえるもんな。マイクをこの辺に向けただけですごい音が良くなる。これなんかうまくできないかな。マイクスタンドやっぱこういうの買うべきなのかな。音に本格的にこだわるんだったらこういうの欲しいよね。あのティロフィナーレ香川さんが使ってるようなやつ。全然違うわ、音の入り方が。面白い。機材が良くなるとこんなに変わるんだね。びっくりしない？この音の今の入り方の違い、うん、双方向性のマイクと違うからね。斜めから拾ってるから音がね若干マイルドになるんだよね。ダイナミックマイク、ソニーのマイクだよこれ。ソニーのマイクですよ。ソニーです。ただ空気を拾いすぎるっていうか、この音が耳障りだから、あのブレスカバーとか必要かもしれないけど、うん、比べるとわかるね。全然違うね。抜けがいい。すごい拾い方、うん、すごい綺麗に拾うね、うん、なるほどね。まあでもこれでも十分、そんなに汚くはないっていうか、別に綺麗に拾ってるかなとは思うけど、全然問題ないな。俺も持ってるスタンド使ったら遠いんかな。スタンドは結局ダイレクトに来るから、マイクの向きなんですよ。要は今、こうやって拾ってるのね。要は縦に向いてるっていうか、こういう拾い方してるんだけど、こう向けないといけないじゃん、マイクって。横で拾ってるんですよ。横を拾うのをこうやってやるだけで、ダイレクトに拾う。この向きの差、わかる？あーっていう。今音量一緒なんだけど、あーっていう。あー。これで全然違う。だから、本来のマイクの向き、このマイクの向きでやっぱ音は拾うべきだよね。こう、難しいけどね、その辺の機材に対するこだわりをどこまでやったらいいのかみたいな。もう、やり出したらキリがないし、それこそコンデンサーマイクにじゃあしようかとかさ、ね、お金いくらかけようかって話になってくると思うから、キリがないゲームだよ。まあだから、やりがいがある部分であると思うけどね。どこまで金かけようかな、みたいな。あ。これだとノイズ拾う。あ。ノイズほぼないよね。まあ、若干あるけど、これだけ音きれいに拾って、これだけのノイズの量は、すごいいいね。やっぱ。外付けのオーディオインターフェースだから、すごいいい。じゃあそろそろ寝ようかな、私は。お休みしますか。明日もあるし。明日結構ね、配信がっつりやろうかなと思ってるんで、皆さんもしよかったらまた見に来てください。それじゃあ、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。ワードの放送でした。ありがとね、見に来てくれた人。426名さん、ありがとうございました。また見に来てください。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。